ターゲットは剣道小林。この人は強いよ。それではチラ見選手権スタート。今日はよろしくお願いいたします。ヘアメイクの吉田です。よろしくお願いします。はい、お願いします。偽乳首に気づいていないのかチラ見しない剣小林。はい、どうやら今気づいたようだが信じられないのか考え込んでいる。乳首は確かに立っている。受け入れがたい現実に悩むケンコバ。するとここでケンコバが動いた。偽乳首を確認。しかも伸びをしながらチラ見ではなくガン見。偽乳首をしっかり確認したケンコバはチラ見を繰り返し回数を重ねる。さらに記録を伸ばしてもらうためここでメイクさんが仕掛ける。上着を脱ぎ偽乳首があらわに。果たしてケンコバはどんな反応をするのか。なんと瞬時に反応し思わず笑ってしまった。しかし残り6分にしてケンコバは目をつぶった。一体どうしたのか。これは何なのか。急に舌を動かすケンコバ。なんで今妄想の中で何かしてるな。一体ケンコバに何が起きているのか。そしてこの後チラ見しまくりあっという間に安村の記録を更新し終了。ケンコバさん今何見て笑ったんですか。ああすみません。乳首見て笑ってましたよね。私の乳首見てましたよね。いやそう、まあ、見てました。いや見てただろお前。ということでド変態ぶりを発揮したケンコバが優勝。